前回のカズグラ、とりあえず作ってみたビレンジャートラップ、これうまく動くのかな。村人をなんとか連れてきて、そして呪いを受けてやってみる。すごいこれ。よし、じゃあこれでうまうまさせていただきますか。はい、どうもこんばんは、カズグラでございます。いや、すげえうまうまでございましたね。こうしてほしいなど、いつも皆様コメントありがとうございます。で、本日ですね、ちょっと思考が違うかもしれないけども、富士山さん、さんつけるとあれだな、富士山さん、温泉といったら、細長い廊下があってガラス張りで囲って外の景色が見れるイメージがあります。あー、なるほどね。多分言ってるのが、こういうとこのなんかガラス張り、横を歩いてね、確かにガラス張りとかあるのよ。ただね、残念ながら構造的にね、拡張しないとちょっとしんどいんだよね。こういうどっか通路で右側ガラス張りみたいな、で中庭の庭園見えるみたいな、あるあるだよね。うん、まあただここ銭湯だから、そういった施設があんまりなくてね。だちょっとやってみたいことはあってさ、いいところ行くとたまにね、お外の場所でも屋根付きみたいなのがあってさ、これは、あ、これ改造できないんだ。こうでしょう。ちょっとやりたかったのはね、なんか出てる、やめなさい。こっからなんか屋根が続くみたいなね、そういうのたまにあるよね。だちょっとね、雨降ったりすると嫌だろうからさ、ここにこれだけつけておくわ。待って、やべ、通路作ろうと思ったけど、あ、やっべ、下手かってなる。やめて。クオリティ下げるとこやったわ、これ。危ない。これやっぱやめたわ。危ない。危ないおじさん。本当に。いや、建築難しいよね。お、なんかくしゃって言った。お、君は石切りさん。え、石と交換できるの？え、マジ激アツじゃん。え、レンガもらえるの？え、いいやん。お前。え、ちょっと待って、攻撃しよう。そんな君、攻撃しよう。え、レンガの、なんか家作りやすくなるやん、あれで。いや、いい人見つけた。せめてちょっと照明をあっちを置いて、かつエメラルド持って、ほんで良きかな。最近こっちの魚も溜まってないよね。誰だお前は。うん、そんな溜まってないお魚さん。あ、また絶対溜まってるこれ。どっかで無駄に溜まってる。ほら、たまに溜まっちゃうんだよな。はい、いってらっしゃい。いやー、ほんと魚事情良くなりましたね。もう攻撃で簡単に使い切れてしまうっていうね。もう魚切れですわ。あっちゅうま。魚が余って仕方なかった時は夢のよう。ほんで、石切りの、おじさん、連絡ください。ありがとうございます。他何と攻撃できるようになるんだろうね、この人。将来に期待でございますな。あ、ほんで、せめてものだ。こんな感じだよね。で、段差とかにもよくあるしさ。せめて照明をね、ちょっと追加で。雰囲気出てきたじゃん、雰囲気。あ、よくなった。やっぱランタン最強だよね、ランタン、本当に。まあ、とりあえずこんなもんで置いといて、まあ、もう一箇所ぐらい温泉作ってもいいかもしれないな。うん、動物さんたち、もっと入りたそうだし。な、もうこんなもんは片付けてしもうて、あ、これで、ちなみに、レンガブロックと。建築に便利。もっといっぱい作ってもいいかもしれないね、これ。石切りのあのおじさん、もっといっぱいにするか。ほんと少ないんだよね、これ。レンガブロックが今。いや、また今後行きたいですな。建築の幅が広がる。ちょっとこっちの方でも、まだいらっしゃるね。よく寝た。さあ、では、あちらの方に向かいましょう。ここのかりんとう計画もまた忙しくなりそうです。早く建築がしたいけど時間がない。いや、ここもめちゃめちゃかりんとうとか作ったらめちゃめちゃ時間かかるぞこれ。まあ、レッツあっちスタート。さあ、今あっちの方に襲撃者トラップね、まあ、出来上がってるんですけども、はい、近くによるとやっぱ襲撃、あぶ、60マスって本当に、あの、ベッドから60マスが範囲内なんだな。ここに入ったったん襲撃来たわ。いや、本日はこれで遊んでいこうと思うんですけども、ちょっと今ね、あ、いて、びっくりしたのが、見てこれ。もうこんなに溜まっちゃってんだよ、これ。いや、これやばいよね。いや、これ1個じゃ全然足りないなと思ってさ、ちょっと待って、これ。もうちょっとつい、うるせえ、
まあまあうるせえ、まあまあうるせえな。もうちょっと追加が必要だなと。カズクラ選手頑張りますさ。この不安定な作業。はい、はい、違う。違う、これ宝箱来たいんだけど。OK、そういうこと、そういうこと。待て、ほんで、待て。はい、うん、違う。これなんとこ来たいの。はい、よしよし。はい、よし。でも、こんでも足んねえかもしんねえんだな、これ。3つぐらいやっとくか。ちょ、待って。こうして。あ、喧嘩し始めた、あいつら。あいつら喧嘩し始めたぞ。嘘。え、魔女が強えの結果。いや、血は喧嘩はもう置いといて。まあ、これが今現代の、まあ、ベストではございますね、ベスト。今からこの中にいろいろ移されていくわけなんですけども、その前にいろいろ焼いたりとか、捨てたりとかしようかな、これ。どんだけ手に入るかをいろいろ見たいからさ。ここら辺が、多分焼けるやつだよね、ここら辺が。よーし、では早速っていうか、ちょっと待って、これのハードモードをやりてんだけど、これをね、ハードにして10回やってみたい。これちゃんとハードになるのかな。一旦壊してみるね、これ。フェーズがね、7回になるらしいんだけども、まあどうなるのかちょっと見ていきましょう。まずちょっと待って、あいつたちだけ、ちょっとこいつら成仏させるわ。ほんと喧嘩するんだから。なんで俺に当たんの？どさくさに紛れて。女同士の戦いね、あれは。女同士の戦いだわ、あれは。取ってないみたい。ちょ、うちに当たるって。こっち、アイテムボーナスついてた方がいいのかな？喧嘩はよしこさん。しっかり当ててきやがった。武器としてはこんな感じでございますな。ほんで、今入ったのは、ちょっといただきまして、さあ、これでね、ハードモードになってるといいんですけども、レッツスタート、いきましょう。一発でこれどんだけ来るのか。さあ、お願いします。たまんな、たまったー。な、ブーっとね。今んとこ空っぽ。さあ、これがどうなっていくのか。まずフェーズ1。はい、次はフェーズ2でございます。はい、フェーズ2終わりました。次フェーズ3で、次牛が出てくるんですけども、あの前鍋燃やしですね。はい、燃えてる。別のやつも燃えちゃったわ。まあ、フェーズ3。あ、燃えて。終わる。これ数え間違えるとクリアしちゃうから気をつけんだ。次が4。はい。はい、フェーズ4終わった。次、フェーズ5ですね。ノーマルだと、これで終わってしまうというね。さあ、判定どうなってんのか。これ途中で変えちゃったから。どうなってんのかな。これめっちゃ光ってる。はい、フェーズ5。フェーズ5入りました。どう？あ、6あった。ハードになってるわ、ちゃんと。はい、フェーズ6。えい。嫌な予感。あ、大丈夫だ。大丈夫だ。次フェーズ7だから、一応これで終わりでございますね。耐えれんの？出てくる量。おお、忙しい。フェーズ7忙しいな。まあ、ただこれで、はいっと、待って、まずここきれいにしようか。やめなさい。はい、一応これで一通り終わったんだけど、カズクラ、なんとか耐えれるかも。いや、無理だろ、これ。クロスボウだけはもういらないでしょ、これ。クロスボウ抜くね。大変なことになるから。まあ、というわけで、これを10回繰り返すという。今、これ次2回目か。いきます。待って、2回目の。待って、メモせんとマジ危ね。クリアするわ。ちょっとメモしながら行きます。このフェーズで終わりだったっけな。あ、次。いや、もうね、溜まりすぎちゃってさ、物資が。これで一応終わろうと思います。もう一あるだね。はい、次で終わり、これ。いや、やばかった。あ、まだ壊しちゃダメだ。これが溜まってから。いや、すごいってもんじゃないの、これ。ほぼほぼパンパン状態にね、今なろうとしてるから、これ。えい。とりあえず、やったのが、計5回分ですかね。
計5回分で、大体20分ぐらいかかった感じでございました。まあなので1フェーズ5分ぐらいかかるという、まあまあ長い。もうこれまた襲撃やっておいて、早速箱の中チェックしていきましょう。これ3つ目いきますよ。でんもう無理。今ちょっとね、分かりやすく整理整頓ねしていこうかと思います。ちょ待ってね、いろいろ混ざらんようにな、ちょ片付けておかないとな。これな、まず武器防具以外を全部回収しますね。武器防具以外を、はい、整理整頓しました。まず富士のトーテムがですね、何番だこれもうやられ放題。草27個ですね、27個分。ほんでダダーンと、エメラルドが、1,2,3,4,5,6,7 スタックと35個。ほんで弓矢、その他、まあ、こんな感じでございます。その他は少ないね。ほんでエンチャントボンもすごい。あ、これいいやん。落下軽減、爆発再生、串刺し、防護、これ激アツですな。あ、これもいい。貫通末、いいね。アイテムボーナスさん、いい感じ、いい感じでございますね。うー、熱かったわ。ほんで鉄もすごくてさ、鉄類がザザッとこんな感じですね。あ、まだまだなんかいろいろあったわ。これだけはね、燃やしても何にもできないので、今もうここら辺、これ鉄だからね、鉄の子供みたいなもんだから、これクロスボウいらね、これ仕分け装置できねえのかな。弾けないんだよな、仕分け装置で。うわうわ、まだまだ出てきた、クロスボウが。トーテムならもう一個追加で、あとここでじゃんじゃん燃やすことで鉄すらね、もうできてしまうといった感じでございます。だから効率悪いかなこれ。ほらほら、もう焼き始めてるよ。だからこれプレイしながら鉄をどんどん集めて、これ手動の作業になっちゃうんだけどさ、うわ長っ、焼き切るしかねえわ。いやでもこれで鉄もだいぶ精錬できますな。はい、というわけで本日こんな感じで終わりますかね。なかなかでございました。もうかなりね、これで物資不足からもう解消されるんではないのかなとね思っております。これ自動化難しいのかな。なんかね、いい方法などございましたらまたね教えてくださいませ。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。あ、そんで最後にね、これだ、本日の質問。最近カズさんガチめに吐きました。原因はどれ？風邪をひいて調子が悪かった。2番カズクラが濃すぎた。さあどれでございましょう。ちなみになんですけども、先日のこの質問大正解で、なんでわかった？福岡旅行ね、多分今福岡にいます美味しいもうまうましております。みんな大正解。まあというわけで本日はこんなところで、皆さんも良い週末を。バイバイ。